レイちゃんがひなちゃんのこと好きって言ってたよって。知ってるよ、それひなも聞いちゃったよ嬉しすぎる。レイ、レイって呼んでるの最近。レイちゃんのこと、隣のさことが多いからさ、隣とか近かったりすることも多かったりするのよ。だから一方的にもうレイって呼ぶからねって言って嬉しいね、そうやって言ってくれるっていうのが。やっぱりさ、人って誰かにこうなんか好きって言ってもらったり、誰かに必要とされると本当にこう楽しくなれるし、生き生きするんだなってねすごく思うの。だから皆さんも応援してるメンバーにちゃんと好きだよって言ってあげてね。言ってると思うけどメンバーも分かってると思うけど、でも本当に大事、言葉にすることって。